オールドフレンズオールドフレンズはアメリカ合衆国の動物福祉関連の非営利団体。現時点でアメリカ唯一の功労馬つなぎを施設で引退したサラブレットなどの競争場、繁殖場などを保護している。オールドフレンズの牧草地ボストングローブ氏の映画評論などを担当していた記者マイケル・ブロー・ウェーンが記者引退後の2003年に創設した団体で、 主に高成績を収めて引退した功労馬を中心に様々な引退馬などを引き取り、その余生を遅らせるための牧場を運営している。2002年にケンタッキーダービー優勝馬で種ボバとなっていたファーディナンドが日本で土殺されていたという報道があり、この事件に触発されたのが創設のきっかけであった。創設当初は、 ケンタッキー州レキシントンのジョージタウンに借りた136エーカーの敷地に馬一頭、旧車一つという状態から始まり、2018年現在までに175頭以上を迎え入れてきた。日本で種ボバを引退した馬も引き取られており、今までにサンシャインフォーエバーやオジジアンなどが帰国している。また2009年、ニューヨーク州グリーンフィールドのペッパー夫妻の牧場に、 オールドフレンズアットキャビンクリークを増設し、同年に没したボビー・フランケル長教師の名を取って、ボビー・フランケル文長の副賞をつけて開業した。2015年には、ケンタッキーダウンズ競馬場及び、シンプソン・カウンティ・ツーリズムとの提携により、ケンタッキーダウンズに新たなオールドフレンズの文場を開設した。提携後、ケンタッキーダウンズでは、オールドフレンズ・ステークスも施行されている。 2015年、オールドフレンズは、サラブレット産業への多大な貢献があったとして、エクリプス賞特別賞を授与された。オールドフレンズで過ごすシルバーチャーム、ラピットリダックスと、レールトリップつなぎをされる馬は、大競争勝ち馬などが多いが、中には、ステークス競争経験のない馬や、連敗記録で話題になったジッピーチピーなども、つなぎをされている。ガルチ、ありがとうございます。